どうも、まさです。トークセッション第4回目を迎えることができました。今日のゲストは、実は最初からですね、オファーをしていたんですけども、第1回目でやりたかったんですが、ちょっとコロナの影響とか、そういうのがあって、スケジュールが伸びてっていう感じで、今日、その方と持つことができます。これは一つの感謝ですね。では、早速、本日のゲストをお呼びしたいと思います。本日のゲスト、どうぞ。あ、どうも。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。とんでもないどうですか、緊張してますか？いや、します、もう。僕も緊張してます。いつも通りですね。まあ、ちょっとその緊張をですね、ほぐすために、はい、乾杯しましょうか。はい、今日の乾杯ビールはですね、このアルトビールという黒ビールなんですが、デュッセドルフの地ビールですよね。そうですね。はい、で、ノブは、この後運転があるので、ノンアル。ノンアルで。お乾杯のビールにさせてもらいます。では、はい、どうも。いただきます。お疲れ様です。お疲れ様です。いただきます。うまいねほっとしますお酒って素敵ですよ ね、こういうね、うん、では早速ちょっと始めてまいりたいと思います、はい、のぶさん、はい、自己紹介まずよろしくお願いします、はいはい私はデュッセルドルフで、レストラン経営させてもらってます竹内と申します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ドイツに来て、9年目ですね。あ、9年なんか、はい、あっという間に早いですね。早いですね。ちょうど30ちょっと超えてから来たんで、その前から来ました。はい。レストランはどこのレストランで？最初はこっちの日系のドイツのデュッセルドルフにある日系のホテルで働いて、途中からまあちょっと転職して普通の町場のレストランみたいなところでまあ、ちょっと仕事させてもらって、で2年前ぐらいに、ちょっと経営の方に、ああそういうことですか、ね、変わらせていただいてっていうことですね。あはは、はい、あじゃあ今加賀屋っていうね、レストランでやってるのは2年前ぐらいかな。そうです、経営したのはその前までは、普通にちょっと働いててっていう。あ、そういうことか。その前はもうまた別の日系レストランで働いた、日系のホテルで働いたということで、まあ、ちょっと転々としたあとにですけども。はい、なるほどね。今は加賀屋のオーナーということで、お願いします。はい、僕も何回も行かさせてもらっててですねとても美味しいんです。そうですか。ドイツに来てもう9年。そうですね、もうあっという間に9年。早いですね。どうですか、日本と比べていろいろね勝手が違うと思うんですが、もう完全に住み慣れてきました。そうですね、まあちょっと驚くところはやっぱ多々ありますけれども、はいはい、まあ大体まあ自分の町で住む分にはもうまあまあまあある程度ローカルなルールもまあ分かりつつという感じですね。あ、なるほどですね。まあ慣れてきたかなとは思います。はい。日本はどちら出身ですか？日本はもう大阪生まれの大阪育ちです。職場も全部大阪で、もう全然本当に大阪から動いてない。あ、そうか。あんまり出ないよね。出ないですね。あんまり出ないです。ただその、まあ、地元の友達と喋るときはもう、バリバリの関西弁ですけど。あ、やっぱなります。なります、ね、僕も同じですね。そうです。広島なんですけど、そうでしょ。友達と話すときは、やっぱり広島弁で、ね。出ちゃう、出ちゃう。話してますよね。そう、まあ、そう、相手が関西弁じゃないと、やっぱ普通にはなりますね。ああ、なるほどですね。日本は大阪出身ということで。大阪ですね。もう、ど真ん中に住んでました。海外の、ね、方のご質問でですね、はい、日本の教育についてちょっと話していこうと思うんですが、以前も動画でトークセッションですね何回か話させてもらったんですけども、今回もちょっとこれを取り入れていこうかなというふうに思います。でノブ の今まで受けた教育の中で何か一つね代表的なストーリーがあれば話してもらいたいなというふうに思います。まあ、
こっちの学生さんとかとあんまりその関わることもないので、なかなかあれなんですけど、まあ一応一番面白いなと思ったのは、まあ協調性に関してやっぱり日本の教育は強いのかなと思いました。で、その僕も学校も全部そうだったんですけど、まあ、まず制服があると。ああ、そういうことですね。はいはい、やっぱりその規律とかそういうことに関して校則があったりとか、生徒手帳があってそこにこうダーッと書いてあるとか、はいはい、ああいうのとかやっぱり聞かないので、こっちでは、で僕らも最初はもう見ろとか、あの髪型がどうのこうのとか、もう服装はもう僕は爪ありだったんですよね、学ランで。ああ、なるほど。全部上まで締めよう、ポケットのこの、あの、ひらひらしたやつも出せと。出すと。そういうのが、やっぱり、あの、その協調性とか、そういうルールに従えと、あるもの、あるものに関してっていうのは、やっぱこう基礎的な部分はあるかなと。やっぱ今でもそこはあるかなと思ってて。あ、そうですね。こっちは逆にそういうものが、あの、ないんだけども、逆にこう、ちょっと、まあ、自由な、まあ、個性は出せるっていうの、まあまあ違いがあって面白いなっていうのがありますね。やっぱり日本の教育だとそこが結構強めにやってんじゃん。まあその学校によっていろいろあるとは思うんですけど、そこに関してはやっぱ子供の頃から結構きつめにやってんじゃないのかなという。これはいい総理ですね。確かにすごい。それはちょっと感じますね。それは確かに僕も地域はね、育った地域は違いますけど、そこは共通しますね。ちょっと強めかなと。そうですね。感じますね、やっぱり。確かにそれは思いますね。言い悪いは置いといて。日本の教育の一環としてね。一環としてね、そこはやっぱりあのきつくやってるところはあるかなっていう感じですね。はい。それはすごく今でもやっぱり思います。はい、あ、なるほどですね。あ、これはすごくいい例ですね。確かにそうですね。いや、ありがとうございます。違う土地に行ったらその土地のルールはどうなのかなとか、まあ、決まりはあるのかなとかちょっと気にしちゃいますよね。そうですね。確かにそうですね。そういうのが名残があるのかなと思います。ありがとうございます。はい、ご視聴者さん、まあ、こういった日本の教育っていうのもですね、ありますので、何か興味とかですね、ご参考になればと思います。じゃあどうも次のですね、はい、トピックに移させてもらおうと思うんですが、ノブがこっちに来て今9年目ですよね、で、なぜそこでドイツを選んだのか、でまたなぜデュッセルドルフを選んだのかっていうのをですね、ちょっとお聞きしたいなと。そうですね、僕はもうあのドイツに来るまでは、まあ、ちょっと海外旅行で1回ドイツに来たぐらいで、もう本当に海外とは無縁な人間なったんですね。僕の時にちょっと家族旅行で行ったとかそんなもないし、もうお隣の韓国中国とかに行ったとかもないですし、はいはい、でなんですごくビビりながらなんですけど、やっぱりデュッセルドルフってヨーロッパでも日本人が多い地域で、はい、で仕事もあるし、そのなんていうのかな、そのスーパーとかもアジア系のスーパーも多いし、そうですね、まあ、暮らしやすいっていうのがもうネットで調べた時にやっぱりポッと出るので、なるほど、まあ、そこの安心ですよね。つまりもう安心感じゃん。そう、やっぱり喋れないし、でもそれでもまあちょっと行こうかなっていうので来てる分にはもうそのビギナーとしてこうスタートとしてやっぱりいい街でした。まあ、結局結果的には良かったんですけど、僕には、やっぱそういう面でデュッセルドルフを選んだっていうのはありますね。仕事があるっていうのはやっぱり一番選びやすい、過ごしやすいっていうのがもう事前情報で分かってるっていうので、デュッセルドルフを選びましたね。あとはまあちょっとこれはあれなんですけど、まあ、親戚がちょっと実はフランクフルトに住んでまして、あ、はいはいはい、それでちょっとまあそれで一回ドイツ旅行で来たっていうのもあるんですよ。あ、なるほど。親戚がいるからって。なるほど、なるほど。やっぱその時にやっぱドイツ楽しかったなって、はい、その広大な土地に、ね、もう本当にもう電車でこうだと野原みたいなのをこうあと、はいはい、大阪まで大阪育ちなんであんまり見ない平原を、あ、そっか、草原とかも見ないから、そっかそっか、すごい新鮮でしたね。まあ、北海道とかいやあるんですけど日本でも、やっぱり僕にとってはそれがすごい新鮮で、まあ、すごい興味を持ったっていうのがありましたね。あ、なるほど。その中で、はい、まあデュッセルドルフという街が、まあ、やっぱりちょっと行きやすいっていうので、
そこで選びました、ね、ドイツで仕事っていうのは。あ、なるほどですね。はい、感じですね。そのドイツに決める前に、うん、選択枠として他の国っていうのは特に頭はなかった。全然なかった。あ、なかったんですね。もう一回行っちゃったからもう、まあ視野が狭いのか、もう行くならまあっていう感じで、もうドイツで調べちゃってたんでっていうのが。あ、そうなんですね。うん、でそこでもうドイツ、ジュセルフって決めて、もう一気に来ちゃったっていう。そうですね。仕事も、まあ、インターネットで探して、うん、まあ、募集出てるところがあって、うん、まあ、その、ビデオツアーの面接してっていう感じで。なるほどね。うん、でそういう感じで、トントントンと決まって、あ、なるほど。来た感じです、うん。日本の時は同じ料理人だったんですか？そうです。僕はもう、高校卒業して、調理師学校に1年行って。あ、そうなんですね。そうです。その後、もうずっと日本で。もうレストラン、いわゆる町場のレストランで働いてました。あ、そうなんですね。ずっと経験はまあずっとあるわけですね。そうですね。だからもう仕事はもう、飲食業しかやったことない感じです。あ、はい、なるほどなるほど。で、ノブがドイツに来るときは、そのホテルの雇用を日本で決めてきたのか、それドイツに来て決まったのか。いや、もう日本で全部決まって。あ、そうなんですね。もう面接して決まって、まあ、そのじゃあ何月何日いつか来れますかみたいな。あ、そうなんですね。こっちでビザ出すんでどうのこうので、家はとりあえず寮があるんでとか、なんかそんな感じで。あ、そうなんですね。はい、でもすべて全部日本で、全部決めて完結させて、完結させてからこうドイツに来たっていう。あ、じゃあそれはまだ気持ち的に楽ですね。気持ち全然もう本当にその辺は優しさがあります。なるほどなるほど。さすがにこう仕事も決まってないで苦しい、まあ確かにそういう人もいるんですけど。そうなんですよ、そうなんですよ、ね、こっちに来て旅行所探す人いるじゃないですか。もう僕みたいなその臆病もそこらでそれはちょっとできない。もうみたいな。なるほど。どうすんのみたいな。行ってどうなんだっていう。そういう人は本当にね、強いですよ。そうですよね。本当にハートが強い。いや、本当もうアドベンチャーですから、そういう人たちって。ね、すごいなと思いますね。やっぱ安心感をちょっと求めてね。そう、求めちゃうんで。はい、日本でやっぱりね、全部決まってくる方がまだ楽だと思うんですよね。そっちを僕は選んできましたね。うんうんうん。あ、なるほどね。まあ、そこがドイツっていう感じ。そうです、そうです。あ、じゃあずっとデュッセルドルフですか？ずっとデュッセルドルフです。あ、住んでるのは他は全然出てはないって。出てはないです。住むのはもうデュッセルドルフで。あ、そうなんですね。はい、わかりました。ありがとうございます。いい。例えば次のトピックなんですよね、はい、まあ、今全世界が、はいはい、COVID-19 ということで、はいはい、本当に苦労されてるじゃないですか、うん、特に飲食業界の方々っていうのは直に悪影響をね、うん、及ぼしている中で、これはドイツだけではなくね、うん、さっき言った全世界にもなりますけども、はい、まあ、そのドイツで今やられてて、うん、どこの今の経営の状態とかですね、はいはい、どういう営業をね、うん、やってるかっていうのはちょっと気になるところもあって、うん、ちょっとその辺お聞かせ願いたいなというふうに、はいはい、まあ、ことの始めは去年の3月ですよね。はい、去年の3月に、はい、まあ、急に、まあ、まあまあバーッと流行りだしましたと、はい、ドイツにも入ってきましたよと、うん、とりあえず一番初めに始まったのが、まあ、よくわかんないですけど、6時までしますと、営業時間を、はい、夕方の18時までにしますということで、はい、おお、どうしたどうしたとどうしたどうしたと、まあ、とりあえずね、まあ、もうお国の決めたことなので。そうですね。お願い、日本だとね、お願いみたいな感じになるんですよね。そうなんですよね。はい、はい、お願いみたいな感じですけど、もうこっちはもうダメですと、はい、規則を破ったら罰金ですと。そうですね。もうすぐ罰金です、ね、もう罰金になりますよっていうことなんで、もう全員パッとルールに従って、はい、18時まで。でそれが2週間続いた後にやっぱりもう閉めてくださいと。もう来週から閉めてくださいと、うん、もうニュースでバーッと、もうその時もうドイツも分からないのに一生懸命ニュース見ながら、あ、どうなのどうなのみたいな感じで、でドイツ語の詳しい人とかに、まあ、僕は喋れないので、本当に簡単なドイツ語しか聞き回って情報をもらったりとかして、まあ、そこはもうね、やっぱりデュッセルドルフ日本人コミュニティがあるので、うん、もう情報交換で、もう分かる人はもう分からない人にパッと発信してくれる、そういう優しさが
あるので、バーッとメールでバーッといろんなところから回ってきて、はい、もうそれをすり合わせてってなって、まあ、閉めてってなって、でお金どうすんのと、儲けなくなりましたよってなって、はい、でまあまあ保証を出しますみたいな感じで、はい、まあ、ドイツは結構早かった、早かったですよね、早かったです、そういう戦略、早かったゆえにちょっと良くないところもあったんですけれども、あ、そうなんですか、そうなんですよ、デュッセルドルフ市なんかもちょっとなんていうんですか、架空の会社とかそのたくさんして営業もしてないようなところからのがもうあの別に必要でもないのに申請出したりとかして、はいはい、まあ、いわゆる詐欺、詐欺、あ、のとかを起こしちゃって、まあまあすぐにピタッと止まって、うん、まあ数週間どころじゃなかったかな、1ヶ月2ヶ月後に また始めてみたいな、あ、そうですか、ちょっと残念なスタートになったんですよ、まあまあまあ、そのね、デスドルもとか、まあこういうの初めてだから、うん、そうですよね、うん、もう問題はあったんですけど、で、まあ、それで保証が出ますよということで、まあまあとりあえずまあまあ、ランニングコストをちょっとでもそうやって補填してくれるなら、はい、まあ、それは従いますよということで、まあ、どっちみち従わないといけないので、まあ、休みつつ、まあ、気が気じゃないの、まあ、あわあわってなりながら、そうですね、そうですね、どうするってなりながらして、結局、途中から5月ぐらいからかな、まあ、その、お持ち帰りで、はい、まあ、営業していいですよみたいな感じになったんで、まあ、僕は日本食レストランを経営しているので、まあ、ちょっとお弁当でも売ろうかなと、はいはい、お弁当と、はい、まあまあそのご自宅でね、その楽しめるようなおつまみとか用意して、まあ、それを全部持って帰れるようにっていう感じでスタートしましたよね、はいはいはい、まあ、あの夏ぐらいからはお店開けていいようになって、そうですよ、緩和がちょっとずつ進んでって、でまあ、保証もパンパンパンと出てくれたので、まあ、なんとか、まあ、僕も経営始めたばっかりで、ちょっとまあ資金があまりちょっとまあ余裕のない状況だったんで、どうしようどうしよう、まあまあその食いつなぎながら、あ、これだったらまあまあっていう保証はもらえてて、で6月ぐらいからまあ営業を始めて、その何ですか、ルールがいろいろ決まって、例えばついたてしないといけない、1.5 メートル空けてください、あ、そうですね、そうですね、はい、何平米だったら何人までですとか、はい、そういうのをありましたね、をやりつつ営業して、でまた冬ですよね。で、そうですね、そう、11月に、まあ、また、まあ、またコロナが流行りだしたんで、また閉めてくださいっていうので、その時も、まあ、まあ飲食業関係、まあ、僕なんかもそういう一緒に経営している仲間の人たちからも、もうちょっと勘弁してくれたと。ただですね、ちょっとやっぱり売り上げがもうダーッと落ちちゃったんで、まあ、来てくれる人はもちろんいるんですよ、やっぱり応援で、その中でもやっぱり、まあ、ちょっと今はちょっとっていう人もいますし、まあ、それもね、もちろんいいんですけども、で売り上げ落ちていく中で止まっちゃってっていうところで、またドイツの保証は日本でもよくニュースになって出てましたけど、はい、その売り上げの、まあ、去年の 75% 出しますよみたいな、うんうん、で、まあ、その保証こうパッと出るところはすごく良かったですね、はい、助かりました、パッと、なるほどですね、まあ、こっちはやっぱりヨーロッパで日本人みたいにちょっとまあおとなしくないのでね、やっぱりね、その何て言うんですか、デモとか、はい、そういうのもデモありましたね、あるので、はい、結構過激なデモとかもちょっと怖いんですけど、ニュースで流れたりもするので、はい、多分それを抑えるためだと思うんですよ、それのためにパッと出ましたけども、うんうんうん、で結局今もですけどやっぱり営業は再開できてないと、そうですよね、でまあこれはちょっと愚痴にもなるんですけど、まあ保証に関してはもう全然よくわからないです、はっきり言うと、あ、なるほどですね、その 75% 出ますとか言ってよくヤフーニュースとかのコメントとかも出るみたいなの書いてますけども、よくよく見ると最大 75% であって、はい、別に 75% もらえるわけではないと、全員が全員もらえてるわけではなくて、僕の仲間内でも私は出ませんでしたっていうところもあるんですよ、うわきっ、そうなんですか、そうなんですよ、だからそこに関してはまだ分からないです、そのドイツがちゃんと保証してやってくれたのかっていうのは分からないです、あ、そうなんですか、現状今4月に入りましたけど僕は12月分の分しかもらってないです、本当ですか、そうなんです、それ1回に11月と12月分でもらって2ヶ月で、それも別に 75% もらってないですし、あそこ 75% いってないんです、いってないです、ね、
うわ、きつい。でもよくわからないです、本当に。あ、そう、まあ、それはまあ僕がちょっとドイツ語もわからず、ちょっとその詳しいね、そういうあれも見れてないっていうのもあるんですけど、結局その不透明なままバーッと今進んでいて、いつ終わるかわからないっていうところで、うん、まあ、あのしっかりしてるっていうふうに流れてますけど、まあ、そのどうなのっていうのが実際のところは。そうなんですね。そうなんですよ。だからもう全然よくわからないんですよ。え、じゃあ今年に入ってもらってないって。そうなんですよ。それもね、なんかね、ちょっとね、なんかまたごたごたがあったみたいで、やっぱりね、悪いやつがいるんですよ。あ、そうなんですか。あと保証もらえるって言ったら、もうまあね、悪いやつがいるんですよね。日本の中、多分日本もそうだと思うんですけど。そこでまたそういうルールとかが厳しくね、まあまあ役所さんもね、いろいろ調べなきゃいけなくなっちゃってくるから、ね、じゃあそうするとね、もう膨大な、うん、店舗数し、まあ、僕は個人事業主ですけど、個人事業がまあバーッとあるし、大手もあるしで、ちょっとね、今も多分まだにもう大混乱かなと、混乱してるなという感じです。どこかでね、やっぱりどこかで まとまってくるんだとは思うんですけど、それがまあいつになるかわからないという状況で、まあ、詳しくそういう保証とかも話せたらよかったんですけど、もうちょっと不透明ですということが、もう僕にもわからないっていう、まあ、誰にもわからない、こんなもんじゃないのっていう感じでしかなってないですけどもね。ありがとうございます。そう、出てるのは、まあ、詳しく言うと出てるのは人件費とかだけは、うん、パパッと毎月ではないですけど、2、3ヶ月にまとめてですけど、出してもらってるんで。あ、そうなんですね。その、やばいやばい、やばいやばいっていう場面ではないですね。あ、そういうことですね。緩やかに赤字ですけど。赤字赤字。これ、いや、これ、ワンティーがどうなのかちょっと。ワンティーがわかんないですけど、うん、でも、まあ、みんなそうだと思うんで、日本もそうだと思う。はい、まあ、日本はちょっとね、一律で決まっちゃってるので、まあ、ちょっとそこの差がすごそうだなとは僕は思うんですけども、そうなんですよ。こっちは多分様子見で、まあ、潰さないようには頑張ってするのかなみたいな、もうちょっと1年も経つとちょっと感覚も麻痺してきてるんで、そうですよね、不安な感覚も麻痺してきてるんで、もうはいはい、もう決定まで待ちますよっていう感じです、今は。そう、決まったらっていう感じですね。先手を打とうにもどうにも、やっぱり営業するにもね、ちょっとやっぱ決まっちゃってるんで、そうですね、うん、もうここまでこれだけ以上やっちゃダメよっていうところが、うんうんうん、まあ、その中でやるしかないので、その中で、まあ、考えながらやってるだけですね。もうそれで精一杯な感じですだいぶもう1年経ったんでね、もうさっきも言いましたけど、まあ、ちょっと慣れもあって、うん、まあ、余裕も、ちょっと余裕というか、心の余裕が、何も分からなかった時よりかは、ね、まあ、でも対応というか、まあ、僕だけじゃないんで、そうですよね、まあ、でも世界中が今、そういう、全世界で、いろいろ不安な思いを抱えながら生きてますね、うんうんうん、っていうところですよね。はい、今後、コロナのことでレストランがどうなるか分からない、まあ、もちろん、多分もう今でもドイツでもやっぱり潰れてっているお店もそうですよ、ね、ありますよね、あるので、うん、本当そうなんですよ ね、もうそれはちょっと怖いなっていう、うん、まあ、それはなんとか勝っていかないといけないなっていう思いですよね。そうです。それはもちろん飲食やらなくても、ね、自動車関係なり、その工場関係なり、そうですね、食品関係でも何でもそうなんですよね。そうですね、はい、確かにそうです。営業に関してはやっぱりもうね、感染にならないように、まあ、もう決められたやつを粛々と淡々とやっていくだけなんで。今営業時間っていうのは、はい、何時から何時まで。今はね、決まってないんです。あ、決まってないんですか。営業時間に関しては決まってます。ただ営業スタイルですね、はいはい、は決まってます。あ、そうですね、お店にはなるべく入り口の方でもうそのお店の中に入れて待たない、まあ、その手渡しというか、まあ、その何ですか、お持ち帰りで渡すだけで、お支払いもなるべくそのカードにしてもらうように注意書きしてくださいとか、あ、ね、まあ、そういうもう決まってるので、それをもう買って説明してっていう形ですね。あ、なるほど、はい。店外では食べれないんですよね。まだね、もうそれはいつになるか分からない。そうですよね、感じですね。去年がね、5月ぐらいまで多分、ね、それができなかったので、まあ、そうですね、ないじゃないのという、まあ、我々の仲持ちでは、まあ、そういうふうに予想ですけどね、はいはいはい、うん、
にしてます。とりあえず何週間かごたに、まあ、週というか、まあ、国の方で、会議して決めていくそうですよ、ね、という形を取っているので、ドイツはそこで、まあ、ポンポンポンと決まっていくという感じですね。もう本当緩和していってほしいですよ ね。結構やっぱり限界は来てるよねっていう感じそうですよね。ドイツ人もそうですし、まあね、ドイツ人じゃなくてこの国はもういろんな人種が、この人たちがそうですね、それも、この人たちもというか、もう人間的にもうこの生活スタイルになっていくんじゃないのとか言って去年の夏とか言われてましたけど、多分無理だろうなっていうもう元に何とかしてこうちょっとっていう感じは見えますよね。そうですね。っていうのは夏明けさせてもらってレストランにたくさん来た時もやっぱり、すぐ、ま、うちはありがたいことにすぐ満席になったんですよね。あ、やっぱこうだよねと、やっぱご飯食べたいよねっていうレストランで。食べたいですね。いや本当に僕もそうです。店内行きたいですね。店内で食べたいですよ。やっぱりそのね、仲間内と、はい、そうです、なんかこうした後サークル活動した後にじゃあ飲みに行きますか、ご飯食べますか、はい、本当そうです、ね、お昼ご飯、ね、職場の人とご飯食べに行きますか、そうです、ちょっとね、ゴルフするじゃないですか、うん、そのゴルフ終わった後も ね、ちょっとノブ、ちょっと、ね、あの店いいとかやりたいよね、やりたいですよ、やっぱあれが楽しみだっていうのが、はい、こう忘れられないそうです、すごくありますだからやっぱりね、お持ち帰りも僕らも頑張って作りますけども、うんうんうん、やっぱりこう冷めたご飯で家でね、わざわざね温めて食べてもらうっていうのよりも、もうお皿で温かいのがポンと出てきてすぐ食べれるっていう、はい、それがね、元に戻したいなっていうそうですね、あるので、まあそこはまあ一生懸命、まあそうなるようにしてくれてるんだろうと思うんで、そうですね、もう本当にもう待つしかないです。そうですね、もうできることはもうそこ、まあ、どの業界もそうですけど、うん、まあ、頑張ってる人たちにそのどうするか、うん、確かにそうです、ちょっと尻滅裂な話で申し訳ないですけど、そうでもないです、はい、そんな感じですね、話せる感じは、いや、もう十分です、もうありがとうございます、いろいろ詳しく話して、ありがたいですね、でも今少しずつね、こう、はい、3月に入ってから緩和の方向に向かっていってるじゃないですか、うん、話はちょこちょこ出てきてるんで、理髪店がオープンになったりね、そうです、それめちゃめちゃありがたかったですね、はい、髪の毛切れるの、そうですねみんな髪の毛ボー結構長くなったりね、もうめっちゃ面白かったですよ、しましたもんね11月ね、で閉まって、で開いたのが3月ですか、はいはい、そうです、はいはい、もうみんなもね、女の子はね、もう髪切るのちょっとね、前髪とかね、ね、切る子は自分たちでちょっと切るじゃないですか、はい、そうですね、もうおっさんは無理だよどうすんのこのまま、ロンゲロンゲって言うの確かにそうですよ、青した青した、すいません、ちょっと今髪があっていいですよ、ね、ちょっとなんかね、話す時もそういう風になっちゃうので、ありがたいですよね、オープンじゃなくて、でもそうやって、まあ、あれもこれもダメなんじゃなくて、これはやっぱ開けなきゃダメだったねっていうのも分かっていく段階ですよね、そうですね、もう本当にそうやってちょっとずつ分かっててもでスタートしていくんだなとなんかもう一言のように見る自分もいますけど、そうですね、そうですね、そうしないと、まあ、ちょっとね、しんどい部分もあるんで、そうですね、そうです、まあまあ、本当、この流れで、レストランとかもですね、そうですね、オープンしていってほしいなっていうふうに、本当思います、ね。どこが安全で、どこまでだったらやっていいのかっていうところを考えてやっていけたらなと思います。はい、そうですね、はい、どうもありがとうございます。教えてください。そうね、やっぱりその一番は家探しかな家を探すのがとりあえず大変で、我々は外国人、そうですね、やっぱり、はい、で